パッシブデザインとは、建物を取り巻く自然や環境が持っているエネルギーを上手に利用できるように建物を設計することで、エネルギー消費を抑え、快適な生活環境や室内機構を作ろうとする、設計の考え方、設計手法。パッシブデザインは、断冷房設備や装置等に依存せず、適切な断熱や日射調整、通風、蓄熱等、建物そのものの工夫によって、 室内環境の快適性の向上を図る。夏器と陶器では取り組みが異なり、それぞれの季節に応じた建物の熱的性能が求められる。パッシブデザインを採用した住宅のイメージパッシブデザインの対義語としてアクティブデザインがある。これは、冷暖房設備や給湯器、照明器具などを効率的に組み合わせることにより、快適な居住空間を確保することを目指している。 環境共生住宅とは、地球環境を保全する観点から、エネルギー、資源、廃棄物などの面で十分な配慮がなされ、また、周辺の自然環境と親密に美しく調和し、住み手が主体的に関わりながら、健康で快適に生活できるよう、パッシブデザイン手法を積極的に取り入れた工夫が、された環境と共生するライフスタイルを実践できる住宅。 およびその地域環境有、パッシブデザインと環境共生住宅の関係、ありがとうございます。